今回はですね、まあ以前に紹介した、まあテコパイの話のね、続きになりますけれども、まあテコパイというのはですね、まあ以前にも紹介していますけれども、まあかなりね、あのー、スマートフォンが安く購入できるんですけれども、 まあちょっとね、怪しくて怖いということで、なかなかね、興味あるんですけれども、まあ注文できないということで,で、前回の話はね、私が初めて注文をしてみたという話だったんですけれども、まあ実際商品のはね、届きまして、安く購入できてね、結構早く届いたので、まあとりあえず初回ですね、初めて購入したときは、まあ結構良かったですよという話をしたんですけれども、 まあそうは言ってもですね、まあなかなかね、まだ1回しか注文していませんので、えー、このデコパイの評価っていうのはわからないんですけれども、まあその続編ということで、まあ実はですね、私は2回目ももうすでに注文していて、えー、実はね、今日結果が出ましたので、その話をしたいと思います。えー、私はね、2回目を注文しましたけれども、その2回目のね、結果なんですが、えー、なんとね、届きました。えー、2回目も無事に届きました。 それではね、実際にどのぐらいの納期で届いたかと言いますと、えっ、ー、と、ここにもね、書いてあります通り、結果としては約10日間で届きました。まあ、前回ね、Me10T Pro を注文したときは、まあ、14日間、2週間かかりましたので、今回はね、もっと早く届きました。11月の21日に注文して、11月の23日に発送準備完了というね、メールが来ました。11月の24日に発送されて、まあ、12月の1日に到着と。 いう結果でしたね。で、同じようにね、UPS 配送で届きました。まあ、ですので、前回に比べて早くなったんですけれども、早くなった要因としては、やはり注文してからね、その発送準備完了っていうところまでが、まあ、2日間しかかかっていないんですね。前回は1週間かかったので、やはり発送までに1週間かかって、 発送されてからね、UPS に物が渡ってから1週間かかって約2週間ということだったんですけれども、まあ、今回はね、まあ、在庫があったのか、まあ、在庫の手配がね、早くできたのか、まあ、2日間しかかかっていないので、トータルで10日間ということで、えーね、結構早めに届くことができました。 今回はですね、まあ在庫があったのかどうかわからないんですけれども、まあとにかくね、発送準備が完了するまでに2日しかかかりませんでしたので、まあそこからやっぱね、1週間ぐらいかかって、えー、トータルで約10日間ということですね。まあですのでね、今回も非常にね、早く届きました。やはりね、テコパイの UPS 配送って で、とにかくね、UPS にさえ荷物が回ってしまえば、約1週間で届くっていうのはね、これを見てもわかると思います。で、UPS で配送されるとですね、よく DHL だとね、お金取られたりしますけれども、あの、税金取られたりとかですね、追加料金とか取られたりするんですけれども、まあ一応ね、今回の2回に限っては、特にね、そういう税金を請求されることもありませんでしたし、まあ追加料金もね、えー、請求されることがありませんので、本当にね、6000以上だと送料が無料になるんですけれども、特にね、追加の配送料金というのは発生して、 で届きましたねそれでですね、このね、UPS の配送って梱包状況とかね、その配送の状況はどうなんだということで、今回ね、その話もしていきたいと思いますけれども、それではね、実際にどんな梱包状況で届くかというのを見ていただきたいと思います。 これがですね、今回届いた荷物です。まあ見た感じはね、普通の段ボールに入ってるだけなんですよね。ですので、国内で注文したのとね、あんまり変わらないような梱包状況です。まあただですね、箱を見ていただくとわかる通り、まあアリエクスプレスのね、スタンダードシッピングですと結構ボッコボコでね、もう傷だらけでね、かなり汚れもついてたりするんですけれども、そういった感じはないんですよね。だから箱が潰れてるといったような感じはありません。まあですので、UPS は結構ね、まあ丁寧な配送なのかなと思います。 中の梱包状態もですね、結構ね、普通なんですよね。本当にプチプチでくるんであるだけなので、まあ国内でね、購入したのとさほど変わらないような梱包状況です。ただね、中の箱を見ても、箱はね、中が潰れてるってことはありませんので、まあやはりね、UPS の配送はアリエクセルスのスタンダードシッピングよりは結構ね、丁寧に運ばれてると思います。 次はですね、これはね、前回に注文した m e ンティープロの時の、まあね、梱包の状況です。やはり同じように普通にね、段ボールに入っているだけですね。ちなみにこれ弓デジのバイソンで撮影したようですね、えー。やっぱりね、見た感じも普通のね、国内の荷物とそんなに変わらないかなと思います。 中のね、梱包状況もね、やっぱり同じですね。基本的にプチプチでくるんであるだけですね。ただ中のね、箱が潰れてるといったことはありませんでした。で、ちなみにですね、あの、充電器に、充電器はね、日本で使えないんですけれども、それの変換のアダプターみたいなものも一緒にね、入っていましたので、まあ、これはね、バングットとかアリエクスプレスで買ってもね、あの、やっぱ EU プラグを変換するプラグがついてたりするんですけれども、まあ、同じようにね、デコパイでもね、その変換プラグがついていました。 ということでね、今回は、ま、テコパイのね、まあ、2回目の注文したという話をさせていただきましたけれども、まあ、2回目をね、注文して無事に届いたんですけれども、まあ、やはりね、えー、まだ現状ではね、お勧めできないですね。えー、使うんであれば完全な自己責任になると思います。で、やっぱりね、このまま注文してればね、いつかね、ハマるとは思うんですよ。 で、まあ一応現状ね、2回成功してますので、またね、えー、購入するものがあれば使ってみたいなとは思っていますけれども、まあいつかハマるだろうなっていうのを薄々感じてます。まあですので、ね、YouTube 動画的には、まあテコパイでハマるまで買ってみたみたいなね、動画になっちゃうと思うんですけれども、まあね、YouTube のネタにはなるかなと思います。 まあそれでもですね、えー、とりあえずね、現状2回については本当にね、安く購入できましたし、えー、納期も早かったので、えー、とりあえず2回に限ってはまあ満足していますけれども、で、やっぱりね、昨日のね、コメントって思いのほか再生されていて、だからそれだけやっぱ気になってた方、デコパイっていうのは気になってた方が多いんじゃないかなと思います。で、コメントでもですね、まあやはり、えー、ちょっと怖くて注文できなかったんですっていうね、コメントがあったり、あとね、やっぱ何件かね、いただいたのは、 あの、テコパイよりウィッシュの方が怪しいんじゃないかっていうようなね、えー、コメントをいただきましたので、ああなるほどね、ウィッシュねって、まあ私もね、聞いたことありますけれども、まあなかなかちょっとね、注文できないサイトかなと思いますので、まあ今後ですね、まあウィッシュで購入したいものがあったらね、まあウィッシュもね、そういう部分でいくと、まあチャレンジしてみようかなと、逆にコメントもらって、 ああ、なるほど、やってみようかなっていうようなね、ええー、ふうに思ったんですけれども、まあ、ちょっとね、これ、YouTuber 的には危,危ない状況ですよね。よくあの、何ですかね、エンターテイメント系のね、YouTuber がどんどん過激になっていくみたいな動画で、なんとなくね、危険なサイト、危険なサイトでね、購入してみたみたいな動画が、ええー、ね、あんまりそういうのが、あの、評判がいいと逆にね、そういうのをチャレンジしてしまうような危険な状況かなとも思ったりするんですけれども、まあでもね、本当に、えー、危険とは思われていてもね、実際、安く購入できて、ちゃんと物が届けば、まあ別に危険な サイトではないというところもありますので、まあ、ですのでね、そういったものは実際に自分で試して、まあ確かにね、そんなに問題なければね、こうやって紹介できるんじゃないかなと思いますので、まあ、ただね、やっぱりどんなに自分がね、私が前も言いましたけど、私が購入してきたからといって、まあ、皆さんが頼んで本当にちゃんとものが来るかっていうのは全然これね、また別の話なので、やっぱりね、そこまであの信頼性がないっていうのがやっぱり海外サイト通販のまあリスクじゃないかなと思いますので。 まあ、運が良ければね、このテコパイも、まあ、結果として物が届いてしまえば非常にね、いいサイトだと思いますけれども、やっぱここはね、えー、いろんな人のね、えー、ネット上の噂を見ると、やっぱりムラがあるのかなというところはやっぱありますので、えー、やっぱりね、私が届いたからといって、あなたのものが届かないっていうのがね、このテコパイのキーワードじゃないかなと思いますので、えー、もしね、注文される方は本当に自己責任でお願いします。はい、今回は以上です。